はい、お便りこと陽介さんでございます。 TC エレクトロニック特集ということでミューネルとお送りしております。よろしくお願いします。もうめちゃ連撮りしまくってますね。はい、今回紹介するのはですね、またチューナーです。で、ポリチューン3、フットタイプのチューナーになります。普通にこうやって挟んで使っていただくっていうことですけど、フット用になります。先ほどのですね、こういうポリチューンクリップと違ってですね、普通にラインで突っ込んで、シールドで突っ込んで使うタイプになります。まあライブ中とかでね、曲の合間とかにでも、まあ視認性も高くですね、やっていただけるということでございますので、これはこれでまあ便利かなと思います。ギターチューナーとしてトッププロに愛されている TC エレクトロニックポリチューンの第3世代のモデルになります。様々なチューニングモードに加え、 TC エレクトロニックの定番製品ボナフェイドバッファーの回路をまるっと装着、ギターの音声信号をローインピーダンス化してトーンをみずみずしく整理します。音質変化がないので本当にこの回路が動作しているのかと思うほどですということでございます。生音がですね、引き立つ回路が入っているということなんで、まあ、クリーントーンのね、邪魔にならないというのが、売りになってます。はい、なんでまあつなぎっぱなしでもいけるよということですね。で、2010年に発売された初代ポリチューンはベストセラーの ポリフォニックチューナーとなりましたが、第3世代になりました。 と第3世代ではポリフォニック、クロマチック、ストロボに加え、様々なトリッキーなチューニングに対応するチューニングモードを追加、また長いケーブル配線やペダルボードの信号経路でもトーンを維持するためにオンボードで明記ボナフェードバッファーの回路を搭載しています。109個の LED で構成されるディスプレイをアップグレードしました。より視認性がアップされましたという感じでございます。まあポリチューンということなので、ジャーンと鳴らした時も認識してくれると。まあまず単音でちょっとチェックしていただきましょうか。はい、先ほどのやつより格段に精度が上がってるんでしょうね。だいたいいいかな。だいたいだいたいいいですね。ああ、いいですね。はい。攻撃が結構暴れる感じ。ああ、いいですね。繊細ですからね、攻撃の方は。はい、OK。おー、バッチリ。っていう感じです。で、ポリなので、一気に調整ができるということですね。なので、ポリモードでやってみましょうか。はい、じゃーんとやってもらうと。はい。こんな感じですね。どこの弦がちょこっと高いとか、ちょこっと低いとか、そういうのが、一気に分かるという感じでございます。っていう感じで、このポイントはですね、モノフォニックとポリフォニック、これ勝手に判別してくれると。あ、これ単音だなと思ったら、モノフォニックになるし、まあ、ジャーンってやったら、あ、ポリだなっていう風で、もう勝手に認識してくれるということなんで、これも非常に便利だなというところでございます。シンプルなチューナーという感じですね。で、これ USB ですね。端子なんかもあります。ディスプレイですね。ディスプレイモードも。ストロボのやつと変えれたりもするというところなんで、まあ使いやすいようにやっていただければなというふうに思います。っていう感じ。まあまあ、シンプルなんですけどね。で、お値段なんですけど、これまたかなりお買い得ということでございまして、だいたい9000円後半から、まあ1万円ぐらいと。いうことでございます。まあもうほんと性能の割にはね、シャーシもしっかりしてますし、これね、カン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 言わないんで、内部のシャーシにもしっかり気使ってされてるんで、確かにこれ音良さそうですね、っていう感じなので、ぜひフットで探してる方はポリチューンめちゃくちゃ便利なんで、ぜひ使っていただければなというふうに思います。ということで、ちょっと今日連撮りしまくりましたけど、はい、まだ機会があったら付き合ってくださいということで、ミューネルを、お送りして、今日は連撮りをしましたということで、長らくお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。